こんばんは、金美館通りの藤村です。今日は女の子とお客様の恋愛事情についてお話ししたいと思います。ちゃんと前置きしておきますが、内容はちょっと辛辣です。女の子同士って集まって話すことといえば、自分の彼氏がどうしたこうしたとか、噂話としてあの子の彼氏はああだこうだという話が多いので、そこまで仲良くなくても大体お互いの恋愛事情がざっくり分かっていたりするんですが、お客様と付き合ってるっていう話は300人に1人くらいの割合です。いないわけではないんですが、それだけレアケースということです。なんとなく気に入ってるお客様がいて、外でご飯食べたり、都合がいい時に呼び出したりして遊んでるっていう話は聞きますが、それはあくまでも圧倒的に自分が優位に立てる都合のいい関係だからというだけで、対等な男女の恋愛関係とは違います。もちろん現役の女の子に聞けば、お客様は恋愛対象になる、お客様と付き合ったことがあるというかもしれませんが、これは現役な以上仕方ありません。営業トークの可能性が高いです。基本的に勝手な言い分なんですが、この業界の女の子、自分がこの仕事をしてるってことを知っている相手や、ピンクなお店に遊びに行く男性とは恋愛関係になりたくはないんですね。ちなみにホストも本音のところでは、ホストクラブに遊びに行くようなことは付き合いたくないという人が多いです。ただこれは女の子もホストも若くて、お店以外での出会いがいくらでもあって相手に困らないという状況での話であって、女の子もホストも30も半ばを過ぎてくると、結局は潰しが効かなくなって、お店以外での出会いもなくなって、最終的にお客様と結婚するというのは結構例があります。ただですね、これがキャバクラになると、若くて現役の女の子でもお客様と付き合ってるというこの割合がかなり桁違いに増えます。藤村さんも実際にキャバクラやってた時はお客様と付き合ったこともありました。これはやっぱり接客内容が、一緒に飲んでお話をするだけなので、普通の合コンで出会ったのとあまり大差がないんですね。これに比べてピンクなお店だと、会っていきなり全裸も見てるし、相手の性癖も包み隠さずもう見てしまってるので、ときめきを持てという方が無理なんです。そこを踏まえて、ホストが営業で、要は女の子を落としにお店に遊びに行く場合は、ホストは服も脱がないし、サービスも受けません。その上で女の子をおだてて、時間いっぱい会話で楽しませるということをするんですが、まあそこまでしたところでホストのこの営業方法もほとんど実を結ぶことがないので、今ではもうこの営業方法も完全に廃れてしまってます。というわけで、基本的にはこういったお店の女の子を口説き落として彼女にするというのはほぼほぼ望みがありません。お店にいる時間だけ恋人気分を楽しむというのが賢い遊び方であって、付き合うということを目標にして通ってしまうと、まず悲しい結果になる可能性が高いですし、そこに向けてこうすれば可能性が上がるというような方法も巷ではいろいろ語られているようですが、実際はあまり意味がありません。通えば通うほどお金を返してその子から性的サービスを受けたっていう実績が増えてしまうので、それはその子の恋愛対象から遠ざかることになります。ただ藤村さんも経験があるんですが、恋愛って成就することだけが大事ではないと思うんですね。相手のことを思っていろいろと自分を磨いてる時間だったり、相手に会うために仕事してる時間って、その仕事自体も楽しく感じたり、相手が自分のものじゃなくてもお金がかかっていたとしても、一緒にいる時間が持てるなら、それって幸せな時間じゃないですか。なんとなく暇を持て余すっていうくらいでしたら、望みのない恋に全力を出してる方が、今振り返ってみても後悔のない時間です。正直もう今では一方的に胸を熱くする相手すらいないので、望みがあろうがなかろうが好きな子のことで頭がいっぱいという話を聞くと羨ましく思ったりもしています。それでは今日はこの辺で、お上がりなさいませ。